皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、あやねさんの772ステージ攻略いきましょう。お、ダイヤモンドですか。3ページっぽいですね。じゃあ2個2個あるんですかね、おそらく。ダイヤモンドが各ステージに2個ずつあると。まあもしかしたら1個1個4個かもしれませんけど順番的に、まあ、たまにありますけどね、そういうこと。まあブロック壊しますか。早めのブロック崩しですね。ブロック崩しさも面白いですよね。昔アルカノイドさんでずっと遊んでましたけど難しいんですよ。タンタタンタタタタタンですね。わあ懐かしい。さあどこにあるの。あー、こういうことですか。端っこにあるってことですね。はい。え、まさかの1個1個4個ですか。ちょっと冗談で言ったことが本当になるみたいな。まあそういうことですねまあそういうことですか。じゃあこの辺壊して、うん、ちゃんとあれですよね。あ、爆弾作れた。今結構見落としがち。どうしましょう。これでこっちで消しますか。こうして緑ずらして消して、この辺も消して、あそこになんかもう一個見えるんですけど、はい。あ、こっち2個。あ、じゃあ1個2個3個ですね。やられましたね。入ったって感じですよね。してやられたみたいな感じですよ。そのパターンも確かにありますね、組み合わせ的に。思い浮かばなかった。ってことで、シースルーマッチ3さんの今回勝利ということですね。なるほどくん、ちょっと間違えちゃった。ケアレスミスです。あれ？ない。もう一丁右ですか？え？ 1 個3個2個ですか？ 1 個3個2個。ありえない話じゃないですけど。まあ、確かに最終ステージ難しいから2個に減らしておきましたみたいな、そういうパターンですか。これ絶対右でしょ。いや、ちょっとわかんない。あ、やっぱ右ですよね。回数損しちゃった。もうちょっと出てお願い。あー、これでいける。わあ、消しづらい。あ、これで黄色でこうできる。よし。さあ、最後3個。やっぱ1個2個3個ですか。1個2個3個っていう CM が昔あった気がするんですけど。どなたかわかりますかね。これでこうしてずらして。さあ、あとは運次第です。運次第と言ってはあれですけど、コンティニューいたしますからいいんですけど、でも最近コンティニューしすぎてあれですからね。もうちょっとコインが心もとないですよね。青爆弾、どうしましょう。こっちに流しますか。で、削って落として特殊ジュエル作って、これでドーンって横に行って、さあ爆発していけるでしょ。さあ、ともうちょっと、こうですか。ちょっと、あ、もう行きましたね。さあ、ということで今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではまた次の動画でお会いしましょう。